まあ最初もまあ言ったように、まあ、やっぱり自分にとってはチャレンジの場だと思いますし、まあ、このチャレンジをしっかり掴んでいきたいなっていう思いできます。今やってます。まあ、自分が通用する部分だったりとか、まあ、やっぱり紅白戦とかをやる上でまだまだ自分に足りないものとかも気づけてるんで、本当に自分にとってはこの合宿が終わりじゃないんで、ここからがまあスタートだと思ってるんで、まあ、しっかり今回の合宿で学んだことだったり課題になったこと、まあ、まだ合宿はありますけど、まあ、しっかりそれを自チームに持ち帰ってまたなでしこのメンバーに入れるように努力していきたいなと思います。まあ、やっぱり今はまあ中心ではないですし、まあ、やっぱ若手っていう意味で、まあ、どんどんチャレンジをしていく、チャレンジをしていくっていうかチャレンジをさせてもらってる立場なんだって思うんで、本当にこの経験というかこの機会をしっかり自分のものにして、まあ、もっともっと、まあ、やっぱりピッチ上では年齢関係ないっていうことは言われるので、本当に果敢にチャレンジするのはそうですし、まあ、本当に目の前の相手、まあ、上の人だとしても、まあ、自分の持ち味であるスピードを生かしてどんどん仕掛けていきたいなと思います。サッカー選手としてはやっぱりなでしこジャパンの中心メンバーで、まあ、しっかり結果を残すことはそうですけど、まあ、一人の人として、まあ、たくさんの人に応援されて愛されるような選手になりたいなと思います。やっぱり今試合に出るからには結果を残したいですし、まあ、点も決めたい気持ちもありますけど、まあ、まずは少しでもチームに貢献できるように頑張りたいなと思います。